ウボアオ。皆さんこんばんは。福林島にはまだまだ埋まってない箇所があるから、少しずつ埋めていくぜ。大丈夫？もう何を作っていいのかわからない状態なんじゃないの？困ってないといえば嘘になるな。この大通りも全然完成してないわよね。じゃあまずは大通りの完成を目指すぞ。いきなり釣りを始めちゃった。いやいや、この釣りにはちゃんとした意味があるんだぜ。とりあえず理由を聞こうじゃないの。ちょうどいい味が釣れたぜ。大通りに作るお店に必要な魚を釣ってるんだぜ。なるほどなるほどなるほどね。美味しそうな魚釣りの次は金魚を狙っていくぜ。金魚を釣るということは大体何を作るのか想像できちゃうわね。この魚影の大きさは期待できるな。おおおお。はい、一匹ゲット。金魚って結構レアなのかしらね。レアなのは卵中だけだから金魚は簡単に釣れると思うぞ。これは明らかに金魚ではないわよね。せっかく作った巻餌がもったいないから釣るけどな。鯉はよく釣れるわよね。よし、潮干狩りをしたくないから釣りはこの辺で終わるとするぜ。福林島に池はここしかないから金魚の自然発生は期待薄だものね。こういう時のために取っておいたんだよな、秘蔵の卵中を。大通りに作る一つ目のお店は金魚すくいの屋台だぜ。みんな気づいてたと思うわよ。金魚すくいの屋台は簡単に作れると思うんだよな。ほうほう。金魚の前デザインを貼った屋台を設置するのが理想なんだけど、前デザインの枠がないのよね。なのでアプデで枠が増えてから修正かな。増えるかどうかは知らないけど。で、このビニールプールが金魚すくいの水槽で、手前に金魚鉢を置けば完成かな。屋台の上にお椀とか鯉を置きたいわね。お椀の代わりにブリキのバケツを置こうと思ってるんだけど収納になかったから、明日置くことにするぜ。何も準備せずに思いつきで島くりをやってるのはいつものことね。それじゃあ次の屋台を作るぜ。次は大通りの右側なのね。こっちは大道芸の人が多いエリアかな。まずは手回しオルゴールを置いて、あ、反対向き。青い風船。この時点で町森のパロンチーノって感じがするわね。説明しよう。パロンチーノとは風船をくれるリストラ住民だぜ。もう復活はありえないと思うわね。あとはパロンチーノがくれそうなものを屋台の上に置いて終了だぜ。それじゃあ次。アイアンウッドチェアってなかなか珍しいものを作るのね。これは椅子として使うんじゃなくて台として使うんだぜ。そして屋台を巻き寿司のデザインにリメイクだぜ。お寿司屋さんの屋台を作るということなのね。美味しそうな魚を釣ってたのはこのためだったんだぜ。屋台の隣にさっき作ったアイアンウッドチェアを置いて、上にお魚を置くわけね。味はあつ森ではあまり値打ちがないかもだけど、リアルな世界で生で食べると美味しいんだぜ。もう一個の方は何を置くの？ちょっと高級感のある石台だぜ。これもなかなか美味しそうね。それとどこで拾ったのか忘れた傘の前デザインを石台の前に飾るぞ。新鮮な魚が大量に箱詰めされた前デザインね。いらっしゃいませ。あとは木製のスツールを置いて完成かな。食べるものがないじゃないの。お寿司とかお刺身の家具が実装されるまでティーセットでも置いておくしかないな。また別のお店を作るのね。トタケ家のレコード専門店だぜ。あまり繁盛しそうにないお店ね。いやいや霊夢、トタケ家のライブは人気がないかもだが、けではみんなトタケ家の曲を聴いてるだろ。でもマリサ、みんな聴いてるトタケ家の曲はいつも同じなのよ。ってことは、1枚レコードを買ったら2枚目は買わないってことなんだな。そういうことね。じゃあこのレコード店を作ったのは失敗かもだぜ。レコード店のお隣は似顔絵屋さんだぜ。似顔絵屋さんってたまに見かけるけど全く利用したことがないのよね。トタケ家のレコード店よりも需要があると思いたいぜ。マリサその絵画は本物よ。おしゃれな絵だからこのまま飾っておくぜ。木製のスツールと木製のミニテーブルを置いて完成かな。あ、そうそうこれを忘れてたぜ。やっぱりお絵かきセットは必須よね。それとレコードショップにも追加のアイテムだぜ。キュートなティーテーブルとポータブルレコードプレイヤーね。曲はケケパレードを選択するぞ。大通りが明るくなったわね。お寿司屋さんはこんな感じ。金魚屋さんも可愛くなったじゃないの。それじゃあ次は部屋の中にもお店を作るぞ。どの家のどの部屋にお店を作るのよ。ここだぜ。この家はもともと楽器屋だったわよね。部屋の中が荒らされてるみたいになってるじゃないの。福林島では楽器を演奏する人がほとんどいないから楽器屋さんは閉店したんだぜ。じゃあ次はお客さんがいっぱい来るようなお店を作らないとね。壁紙がド派手なんですが、お店に入った時のインパクトが重要だと思ったからプロムな壁紙を用意したぜ。それで床は宇宙なのね。銀河系の床の吸い込まれそうな感じがいいだろ。で、こんな変な組み合わせの部屋を一体何屋さんにしようと思ってるのよ。まあまあ、とりあえずいろいろ家具を置いていくぜ。
キュートなソファを使うということは可愛いお店ということよね。可愛いお店を作ろうと思ってるのは間違いないぜ。奮発した株を投入。システムキッチンを置くってことは食べ物屋さん。まあこの派手な内装から察するとスイーツのお店ってところかしらね。いろいろ甘いものに関連する株があるから家の中にもスイーツショップを作ろうと思ったんだぜ。スイーツのお店は結構いろんな島で見てきてるけど、だからあまり使われてなさそうな壁紙と床を選んだんだぜ。スイーツショップはパステル調のファンシーなお店か落ち着いたレトロな感じの店が多いものね。でもこの内装は攻めすぎでしょ。これくらい攻めないとまた同じようなものを作ってるよって飽きられそうだからな。ちなみにあれは私のドッペルゲンガーだぜ。もともと楽器屋の店長だった住人ね。ドッペルゲンガーの存在は気にしないでくれよな。前から使いたいと思っていたデザインがあったんだよな。ドーナッツのデザインね。色はやっぱりこっちだよな。甘いもののお店はドーナッツ屋さんになっちゃうのね。ドーナッツがメインになりそうだな。というわけでドーナッツ屋さんになるようにいろいろ家具を注文したぜ。ドーナッツの作り方知ってるの？だいぶ前にホットケーキミックスで作ったことがあるからドーナッツマスターと呼んでくれよな。それは初歩的な作り方だから全くマスターとは呼べないわよ。じゃあマスターの手前だからドーナッツダイヤモンドということにしてくれ。なぜそこまでドーナッツに詳しいふりをしたいのかわけがわからないわよ。ちょっとでも詳しい人が作った部屋なら評判になると思ったからだぜ。あ、またレジにタイプライターを使ってる。たぬき商店にあるレジを早く家具として実装してほしいぜ。ドーナッツ屋さんを作ると言ってもだな、いつも通りマイデザインに頼らざるを得ないんだよな。ドーナッツで検索したのね。こういう食べ物系は帽子のマイデザインが強いんだよな。良さそうなのが1個しか出てこなかったわね。ドーナッツといえばアメリカっていうイメージだったな。だからこういう場合は英語で検索する方がいっぱい引っかかる気がするぜ。確かに日本語で検索した時よりもヒット数が多いわね。困った時は英語で検索だぜ。それでもあんまりいいのがなかったわね。ドーナッツは世界的にあまり流行ってなさそうだな。それでは商品を並べるぜ。そこそこいい感じね。あとは調理器具を並べないとな。システムキッチンとカップボードの位置を入れ替えよ。青い冷蔵庫を置いてと、ドーナッツ作りには欠かせないスタンドミキサー、それとキッチンスケールだぜ。甘いものは分量通りにしないと美味しくないからね。そうそう、料理と甘いものは別物なんだよな。あとは店内を明るくしたいからグランドライトを入り口に設置だぜ。スライムランプとかいう謎の家具も飾るのね。店の雰囲気に合うと思ったからな。それとこれ、カーニバルなステージ。すごいどんどん派手になっていってるわね。あとは壁掛け液晶テレビを2台調理場の上に備え付けるぞ。確かにこういうお店にはでっかいモニターが壁についてそうよね。というわけで出来上がったドーナッツショップはこんな感じだぜ。マリサの望み通り派手に仕上がったわね。他の部屋にもお店を作るつもりだけどここまで派手にしないと思うぜ。他の部屋がどうなるのか気になる人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ次回もよろしく。もももー。